それではね、このカニのバリアブル ND フィルター、実際3ヶ月半ぐらいですかね、使用してみたので、まあ使用感とか、まあいいとこ悪いとこ、しっかりレビューをしていきたいと思います。はい。で、まずはね、外装から入っていこうと思います。外装ね、こんな感じでマットブラックの塗装がされています。まあ ND フィルター一番多いですよね、このマットブラック。乱反射を抑えるために、まあ通常マットブラックになっているものがほとんどだと思います。はい。で、ですね、ここに ND のね、濃さを調整するときに使いやすいつまみがついています。こんな感じで。はい。で、このつまみは取り外しができます。用途に応じて必要でなければ取り外すことができます。はい。で、印字もね、こんな感じで、シンプルな印字がされています。まあ、ちょっと気になったのが、ND の効果ですね。MAX がね、一番細くて、ミニマムが一番太いっていう感じの印字されてるんで、感覚的にはちょっと逆なのかななんて思ったりもしたんですが、まあこれは覚えればいいだけの話なんで特に問題ではないかなと思います。はい。で、 ND の効果ですね、ナンバー2から64まで結構現行範囲広いですね。2から6段ということになります。はい。結構ね、この32までっていうのが多いんですけど、こういう ND フィルターね、通常僕が持っている他のものとかも2から32番までというような現行範囲のものが多いんですが、64までと結構範囲が広いです。はい。続いて材質ですね、日本製の、ね、AGC ガラスというのを採用しているみたいです。まあ、両面を超精密に研磨されているようで、平坦精度が非常に高いということらしいですね。見た目にはちょっと僕には分からないんですけども、他のものとね、こうやって比べても人間の目では分からないレベルの部分だと思うんですが、まあ、乱反射を抑えるという意味だったり、まあ、ムラを、ね、抑える意味でも非常に効果があるんじゃないかと個人的には思っています。はい。で、コーティングですね、これ結構重要な部分で、カニのフィルターは、ね、全部に言えるんですけども、コーティングはいいんでしょうか。色の、かぶりが非常に少ないですね。よくあるのがブルーにかぶってくるっていうパターンがあるんですが、この ND、バリアブル ND フィルターは非常に青かぶりが少なくて、色のなんかね、ことはあまり気にせず使うことができる、安心して使うことができるフィルターなんじゃないかなと思っています。はい。で、バリアブル ND フィルターで最も重要視する部分って皆さん何でしょうか。僕の場合はですね、ムラの出具合なんですけども、マックスまでね、現行させた時に結構盛大にムラが入る、バリアブル ND フィルターって結構多いんですね。これは値段に関わらず、割と高いものでも割とムラが入ったりするようなものもあります。はい。で、まあ、このカニのバリアブル ND フィルター、実売1万円切るぐらいでね、販売されてたりするんですけども、他のものと、まあ、大体平均的な値段だと思います。ものすごく安いものもあるんですけども、まあ、大体こう真ん中あたりといいますか、高すぎず安すぎずぐらいの値段のものの中ではですね、非常にムラが少ないものとなってます。で、一つですね、非常に何て言うんですかね、カニというメーカーを僕がすごく信頼できるところの、まあ、大きなポイントというのが、ムラの出具合というのをきっちりデータ化して、販売のページですね、ウェブサイトとか、あとアマゾンのサイトでもそうなんですが、そういったところにですね、きっちりと公開しています。で、まあ、性質上、広角レンズであればあるほど、ムラが出やすいんですけども、そういったものも含めたレンズの焦点距離に応じて、これぐらい現行させるとこのような感じでムラが出ますよっていうのをね、非常にわかりやすく、示してくれています。こういう正直なことをするメーカーっていうのは僕は非常に少ないと思ってまして、そういった意味でも非常に安心して使うことができます。で、カニの、そのグラフといいますか、その表示されているものってね、非常に厳しくチェックをしているような感じがしましたね。僕が動画の撮影で使ってみたところ、そのこう正直に書かれているその資料よりももっとなんかムラ出ないかなっていう印象でしたので、かなり厳しいね、自社チェックをして皆さんに品質を示しているっていう、すごく正直なメーカーで、僕はこういったメーカーがもっと増えればいいなと思うぐらい信用ができる、カニというフィルターのメーカーですね。はい、素晴らしいなと思いました。はい。で、実際なんですけども、使ってみて、ムラがすごく気になるなという部分ですね、現行量というと64ギリギリぐらいですかね、マックスに近いぐらいになると、非常にということもないですね、上下にこうサンドイッチするような感じで、ムラが入ってくるというような特性があったので、
まあ、気にするかどうかの部分っていうのは撮影のシチュエーションとかどういったシーンを撮ってるかによると思うんですが、あの限界まで使えないこともないですが、少し手前ぐらいですね。で押さえておくと特に何も気にせずに使えるんじゃないかなと思いました。まあ焦点距離ですね、長くなればなるほどあのそういったムラみたいなものは気にならなくなるんで、あの非常に気になる場合は少しですね焦点距離を変えてみて撮影をするとあの買わせるというのはあります。それはもうあの一つカニじゃなくても他の ND フィルターでもちょっと同じような条件ということになりますが、あの特に64まで現行させる、まあ32までじゃなくて64まで現行できる ND フィルターでこれだけムラが少なくて色かぶりが少ないフィルターっていうのはなかなか少ないんじゃないかなと個人的には思ってます。それともう一つこのフィルターのねとても便利だなと思ったところをね紹介したいと思うんですけども、何かと言いますとねフィルター系なんですね。あのさっきからこう見ててねちょっと気づいた人もいるかもしれませんが、このフィルター 82mm の系なんですけども、こっちのフィルターね、これも同じ 82mm 系です。サイズ感がこう全然違うの分かりますかね。はい、こんな感じですね。はい。で、あのカニのね、このバリアブル ND フィルターはフィルターの径が変わらないので、こうやって取り付けた後にこのレンズ自体の、キャップですね、そのまま使うことができます。はい、こんな感じですね。はい。はい。で、82mm の、他のフィルターですね、例えばソフトフィルターとか、CPL フィルターとかっていうのをあのここにちゃんとねじ切ってありますので、はい、あのこの上からですねつけることも可能です。はい、バリアブル ND フィルターを使いながらソフトフィルターを使ってシネマティックな撮影をするというのも可能ですね。はい、これ結構重要なところで、あの外形のね寸法というかあのフィルター径が変わっちゃいますとこういう別のキャップを準備しなければいけなくなったりとか、はい、あとはこの上にねフィルターをつけるっていうのは、まあ、このさらに大きいサイズのものを準備する必要が出てくるので、それはそれでね結構あのフィルターの揃え方が煩雑になるといいますか、あの無駄なお金もかかってしまいますので、こういった外径の、フィルター径ですね、外径じゃないですね、フィルター径があの変わらないっていうのはすごく大きなアドバンテージなんじゃないかと思いますね。はい、これはもう僕がすごく気に入っている部分でもあります。はい、それではね、今回はこの僕が最近気に入って使っているカニのバリアブル ND フィルターの話をしたんですけども、次はねソフトフィルターもね結構いいんですよこのメーカー。なのでまあソフトフィルターの話をしていきたいと思いますね。はい、でまたあの動画に関することや写真に関すること、まあ、撮影機材のことなどをあのどんどんお話ししていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とかコメントいただけたら非常に嬉しいと思っています。また次の動画でお会いしましょう。 SPO のマサでした。バイバイ。